どうもピアキングです。とうとう今日が2023年最後の日となりました。この1年本当にありがとうございます。皆様にはたくさん支えられ、2023年も楽しく実況することができました。そこで今年最後ということで、皆さんに伝えたいことを動画にしてきました。少しだけお付き合いください。それではどうぞ。俺は撮ってない。この金がコインを取ってるんだ。バババでー、チャンネル登録お願いします。するわけねえだろ。それじゃあ今年最後のトロールコースやっていきますか。で、今日のトロールコース、ランダムババアジェネレーターシャープ 2YCCC、 デタラメのひどい発電機ということでしょうか。で、このコースをね、今年最後に選んだ意味は特にありません。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.00%。そういや最近こんなコメントがあったんだけど、僕の動画を音量大きめで窓を開けて見ていたら、管理会社から最近大声で叫んでいる住人がいると苦情があったので、お静かにお願いします。なんで僕の動画を窓を開けてみるんだよ。そんな決まってるじゃん、学習が来るにさ。じゃあこのキノコ取れんのか、取れないのか。じゃあ一旦このペラペラは壊せなかったな。じゃあ上にも行けなくなったしさ、このドアはどうせやられるだけなんだろ、分かってんだよ。いや、ワンチャン先に進めるみたいな。外枠てねえさ。いや変な話だよな、本家の僕のところには全く苦情が来ないのに、動画を見てる人のところに来るんだよ。だいたいね、いつも言ってるんですよ、僕の動画はイヤホン推奨ですよって。周りに迷惑がかかっちゃうからさ。いや、どっちなんだろうな、イヤホンしたらしたでさ、その人の鼓膜をぶっ潰してしまうそうじゃない。だからちょ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 ガンツビンゴー。みんな年末何する？1月1日の0時00分に一緒に初詣でも行こうぜ。1月1日何をしてるかって想像したらさ、一人で編集してる姿しか見えないのよ。一緒に初詣に行って、僕は大凶、そして君は大吉、そんな僕を笑ってくれよ。そんな未来は楽しそうじゃないから。僕は読めたよ。みんな左にいた瞬間右に逃げるとは思うでしょ。でもこの派手なブロックのところに無機物が行くはずなんだよな。だからここでアイテムが出る、そうだと思いますよ。だからこの無機物をかわせませんけど、石でもかわしてみせるさ。タイミングよくジャンプすればいいだけの話さ。そうだ、これで大丈夫だ。お前戻ってくるかい。そっか、ここにいや、遊んじゃうわけやないんよ。ちょっとふざけちゃうだけ。じゃあすぐ右に行きます。そしてこれバネを投げる。いや、どうしよう、投げてオンオフを変えるみたいな、そんな感じかな。上になんかオンオフマーク見えるで。なるほど、これで投げて変わるっていうもんじゃないと。バネを投げてすぐ右だ。いや違うんだって。ていうかさ、大晦日ぐらいさ、マジで静かにやらして。この大晦日は大晦日で、投げてわざわざ右に行かなくていいんじゃない。そして、あ、このデブロスは勝手にやられてくれました。で、上に行きます。うわ、どうしようこれ、痛んでた、叩いてみようか。デブロス、デブロスはなんだい、君はこれ上に行っているかい。一緒やじゃん。このコースさ、めっちゃ難易度高くない？かなり罠の量が多いような気がするんだけど、さすが激ムズコースを作る制作者さんといったところでしょうか。この一周地の上は何もないで。そんな魚になんか当たるかよ。さあ次に進もうか。上の羽は何をしてる。なになに、こんなバグを持ってくるんじゃないよ。え、これどうしよう、右に針があるな、あそこに連れて行かれるんじゃない。だからちょんちょんで行こうか。ちょんちょん、あー、ジャンプして左を進化してみる。あ、こんだけでよかったのね。じゃあ下に降ります。貴様、下に降りて右を進化か左を進化か、もう左を進化しかないよな。よしよしよし、で下に行く。オーケー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 、危ねえ、こいつ挟もうと思ったってそうはいかねえぞ。挟まないでおけ。ちょっと上にやっていこうか。かわいそうにあいついなくなっちゃって、このワンナップの裏はなんか隠れてるかな。ちょ、取れる、キノコ、いや激アツなんじゃない。いや、いけたいけたってな。よっしゃーと思った、僕を殴って。なんか左のクッパクラウン腹立つからさ、もう一回倒しておいていい？ただの逆恨みじゃねえか。じゃあここはジャンプしないで土管に入っていきます。そろそろ中間ポイントあるんじゃない？何これ、ボムちゃん、何なんだチジ。これは分からんて、石エンジが出てくるなんてさ。じゃあすぐ下に行こうか。ここの下に中間ポイントがまだないね。上と下どっち行く？上は怪しすぎる、下この部分踏めるっていうことは俺は分かってんだよ。最後、おい、ちょっと進めてよ。
今みんなわからんやったやろ。あそこさ、なんか壁があったんだよね。じゃあさ、あえてブンブン踏んで左行ってみようか。で、ブンブン倒してみよう。なんで今度当たんだよ。じゃあ上に行きますと言いたいところだけど、一旦このブンブンを踏んで上に行きます。これに何か意味があるのかもしんない。じゃあ、あのブンブンを踏んで左一旦戻ってみようか。あ、これで先に進めるのね。なるほどなるほど。みんなごめんね、さっき分かった方いると思うんだけど、意外とね、やってると分かんないもんなのよ。ここ下に落ちるんじゃない？そういうことはないみたいだね。でもあそこにどうかして入れてくると思うよ。ここ貫通するみたいな、そういうこともないみたいだ。さあ進んでいこう。マジで中間ポイント生ゴミや。いやさ、最近めっちゃ笑ってしまった迷惑メールがあるんだけど、ヒカキソ現金ばらまき会場へご案内だって。誰が引っかかんだよって思わない？絶対みんな引っかかんだよそんなん。じゃあこれで中間ポイント取れるだろう。さあ中間ポイント送れ。よし。いや、これキノコ状態のまま行っちゃっていいかな。多分キノコ状態のまま行かなくちゃいけないと思いますよ。さあこの下に降りていいのけ。何が来る？いや、熱い。これはこのまま左に行って投下します。で、このキノコを取って先に進めっちゃうことか。なかなかいいペースで来てんじゃないの。中間ポイント1から。で、こいつは何を出してくる？いや、出してこないか。これ反対だもんね。これ右行く？左、いや右行くと思ってる。はにゃあれ、今度キノコもらえないね。ってことはさっきと罠が変わってるパターンなんじゃないのか。警戒していく。ここでフラワーもらいます。さっきと違うやんか。いいもん見つけた。みんな左上見て、あそこキノコがあるでしょ。だから今度はさ、あの砲台の方に行ったらキノコがもらえるとか、そんなんなんじゃない？いや絶対そうだって。あのキノコ怪しすぎる。一旦左行ってみようか。左行ってオンオフをします。で、ここにキノコが落ちてくるみたいな。あダメんだよ僕の洞察力を。危ないで、今鼻に当たると思ってヒヤヒヤしたよ。さあ心ハテナを叩いてどうする。なんだい君は。ウォッピーじゃないんだよ。下に下がっておくれ。じゃあ僕はどうやって君が出てきてくれるのか。痛い痛い。ハテナを叩いてすぐ下に行こうか。そうだ、それでいいんだ。さあここのパワーブロックを叩くとすぐ右に行く。そうだ、それでいいんだ。キノコ様、大晦日にふさわしい激ムズトロールコースだぜ。じゃあここのキノコを食べて大きくなっていく。そしてすぐに吐き出しダイエット。下にも降りていく。おまくんなよ。ほら、よし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 、それでいいんだ。いつも言うことを聞けばいいもの。ここは下に行ったらまずいと思いますよ。ここの四角の枠は何なんだい？クッパクラ。それはダメだって。これ上行けんのかな。邪魔だ。でかすぎんだろ。今のは面白すぎだって。さっきから2分ぐらい引きずってるから僕マジで。あのクッパが乗ったんだろうな、クッパクラウンに。いや、もう一回来てほしいな、ああいうの。じゃあこれ上のオープンを叩けばいいの。お前は何をしてくるか。もんちゃん、そこの記録を送れよ。これ右から行ける？行けないね。いや、これさ、どうかして踏めないかな。やっと落ち着いてきたぜ。ダメだ、ここに戻ってきちゃうとつい笑いがこみ上げてきちゃう。ごめんね、くどいって思われちゃうかもしれないけど、なんか今ゾウみたいな入ってるからさ、笑いのレベルが低くなってるかもしれない。じゃあこれはなんだ。鉄球か。なるほど、じゃあこいつも鉄球なんじゃないの。はあ、これもしかしてまたバグか。次からこういうブロックも警戒していくよ。また来るかもしれない。あ、なに、わざわざ上に行くな。この場所でジャンプしてもブロックは壊れない。じゃあ一旦右に行って左で逃げる。これで大丈夫なんじゃないか。HI ヒントっていうことかな。これは上は何、絶対弾かなんか飛んでくると思ったけど、一旦下に行ってみよう。ヒントはどこ。ヒント上か。なんか上にヒントっぽいの書いてたね。あ、こっから見るっちゅう感じか。つららの上の砲台のところに鍵があるってか。そんなんわかるか。つららの場所って言ったらここだよな。ここの上を叩けば鍵が手に入りますみたいな。いや、まあそうだよね。でもこの鍵を取ることによって罠が変わってるの。早くないか。そんなに早く持ってくるって思わなかったって。ここは何を知りたいかじゃないか、みたいな。どう考えても。いやでも簡単そうだよ。このオープンに乗ってドクロリフトに乗って、あそこの針に当たれっていう感じでしょ。だからこういう感じで乗ればいいのさ。そしてあの針に当たれてか、これでいいのか。めっちゃ簡単。知りたい救命陣をなめるんだ。さっきのでっかいクッパクラウンのところ、あそこも罠が変わってるんじゃないでしょうか。まあ引っかかったなら引っかかったでいい。面白いもんな、罠。じゃあ一旦叩いてみようか。これは何、出てくる。
いや、クッパ出てこないけど、なんかキノコだったね。あのキノコを取れっちゅうことなんじゃない？いやーって、あって絶対そうだよ。お前ちょっとキノコ取らせろって。右にさ、パックンがいるから進めねえんだって。取らせろ。え、これ取れないの？クッパくろー。じゃあここ急いで行ってみるわ。これでいけるんでねえの？キノコ取ります。どうやって取るかわかんないけどキノコ取ります。すぐ上に乗ればキノコを取れるっていう感じなんでねえの？オーケーオーケー、これで先に進める。で、ここはさっきと、いや、ちょっと急いで行かなきゃいけなかったか。これ叩いてみようか。邪魔すんな。中間2まで長いって。早く中間2を取らせてくれって。ここは敵裏は変わってないはず。そしてここも左はすり抜けれるはず。危ないね、あのブラマちゃんや。さあ、これで中間ポイントに顔を見せろ。中間2はどこだ？間違い探しか。上等じゃねえか。見えにくいんだよ、その顔。間違いは右上。だけど、そんな簡単に行くわけがない。左だ。左に行ってみようか。もう腹立つ。ここでブロックが確か開いたから、真ん中で大丈夫か。で、ブロック。人をバカにするのも大概にせんか。まったくどうかしてるぜ、トロール制作者っていうのはよ。頭おかしいんじゃねえの？めちゃめちゃ言ってる。左と真ん中ダメだったから、じゃあもう右以外ないよな。こっちだよな、絶対に。なんかドアあるけど、このドア入っちゃっていい？よーよーしゃ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 なんか、もういいよ。僕はもういいんだよ。まだ3日間っても中間取ってるからね。長かったよ。みんな、あそこお前なんでいんだよ、もう。ただ、しかし分かりましたよ。ここはすぐ右に行ってキノコを取れば問題ない。そういうことだ。さあ、ここは抜けるのに、やっちまってんな。Z で左に行けって書いてるね。それでいいでしょうね。よし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 。そしてここでオンオフをする。そしてすぐ上に行ったらペッパケペーン。もう頭おかしいってこの実況。ここは左に行きます。で、こっからの問題は、オンオフしてブラパが出てくるでしょ。あ、このブラパを通せっちゅうことなんじゃない？隠しブロックで。あ、やっぱそうだよな。そしてここはどこに行けばいいんだい？右、真ん中、左があるけど、この記録は取れない。なになに、コインか。僕はもう右上に行くしかない。でも左行ってもテレサがいるから、実はこっちが正解っていうことなんじゃないの？なんか信頼級っぽいで、なんて書いてる？ライドウィン、これに乗れってことかな。乗れないよ。乗らして、あ、わかった。これ右にやればいいじゃん。お前壊すなって。なるほど、あのさ、ブロックが来るまでに右にやったらやられるっていう感じなんじゃないかな。はいはい、キャー。あいつ戻すの早いって。だからこれなんかさ、2個移動するときあるじゃん、それを。もうダメだ、これはもうダメだ。早く戻して、いや、一番左にやる。いや、これなかなかいいんじゃない？早く、こ、右、右、1個ずつ行こうか。慎重に、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 来い。わー、このブロックうぜ。でも次こそいけるよ。1個、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 1個さー。よしよしよし。で、こいつによってブロックを破壊したらやられますみたいな。どんだけ。なるほど、左に落ちた瞬間すぐドアに入ればいいのか。ここでそれは分かったよ。さあ、左に行く。そしてすぐにドアに入るんじゃ。ここで右を失敗。うわー、いいのかな、あのドス。いや、大丈夫大丈夫。これさ、ゴールなんじゃない？なんかそんな匂いがプンプンするね。右は何もない。じゃあ、この下針があるのが見えるよ。でも降りていいのかい？あれ、ここ針あるよね。大丈夫大丈夫、このピンスイッチが押してくれて、どっちに行くかが問題よ。どこも行けねえじゃねえか。下にさ、ドッスンが出てきたやん。その左に行けっちゅうことなんじゃない？魚だが、しかし左に土管があるのが分かった。下に降りて僕は何もしないよ。そうすればドッスンがやられてくれて、この土管に入れるというもんさ。さあ、ゴールを見せてくれ。うわ、ゴールまだかな。この土管に入ってどうすりゃよかったっけ？左？右はダメだもんな。左で逃げてみようか。これで大丈夫。なんでよ。じゃあ右行くわ。右に行ってスピンジャンプしてみる。これでいいんじゃない？オッケーなのか。これはオンオフを変えてくれた。で、いや、こん中とかさ、あの砲台ところへゴールありそうな気するんだよな。ここで何をしないよ。マジでおかしいって、このコースの難易度難しすぎだって。砲台乗って左で逃げます。で、ゴールは右がある。
え、殺したとか？いや、ないかこれは。で、右に行けばいいのかな。なんでブラバとバネが重なってんの。なんでそのバネの置き方は。バグりすぎてんだよ、さっきから。これ普通に乗っていい？乗るやつよ、これ。ゴールがあってくれと願うからゴールが来ないんだ。じゃあゴールをね、願わなければいいんだ。ゴール来んなよ、ゴール来んなよ、ゴール来んなよ。なんでないんだよ。あってくれよ。じゃあここの保護すればいいの。お前なんでパン持ってんだよ。このパンいるのかな。一旦捨てておこうか。捨ててここでオンオフを変えます。で、右に行けばいいのか。頼む、変わるなよ、オンオフよ。で、あなたは乗せてくれるのかい。ちょっ何が入ってんだろうな、あそこ。いや、なんであんな跳ね方するんだろう。ゴールか？何？なんて書いてるのかわからない。SMOL ジャンプ。わかんない、僕は。 SMOL ジャンプ2回言ったけど僕はわかんない。どこだい、ここは。さっき見たような景色だね。もしかして中間ポイント戻しとか。そんなことはないよな。いや、行き先はここでやってるはず。この先だ、問題は。こっから先、何か変わってゴールがあるとか、そんなんなんじゃない。ほらほら、激アツ。いやー、はぁ、あ、はぁ、あ、戻ってきたぜ。ふざけるなよ。じゃあここは右に行けばいいのか。下は叩かないよ、僕は。あ、叩きたいけど叩かないよ。こっから叩いてみようか。僕はわざわざジャンプなんてしない。クッパ食らうから落ちてしまうからね。ここはパンを持ってすぐ右にダッシュ。いや、何にに、よし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 。なんでまだゴールがねえの。でもパン持ってきてるからだ。パン。ああ、分かってるさ。このハテナブロック叩いたらどうなるか気になるんだろ。じゃあ叩いてやるよ。絶対にやられるって分かってんだからな。こうなるんだよ、想定外だよ。いや、まあまあ、まさか生きるとは思わなかったね。で、ここはね、隠しブロックでバネを出さないようにしよう。左に投げます。で、ここから右ダッシュ。そして、30個よ、いける。この場所、バックジョー。助けてくれ、ミーター。このゲームに殺されちゃうよ、僕は。じゃあ、左の30個のところにいたら、ブラバがいなくなるのは分かった。で、これどっちだ。右。上行っちゃってるかも。下、いや、ゴールが見えたぞ。ハゲがいるって言われてるよ。なんでいつもゴール前で罠なんて仕掛けてくるんだ。そんなことばっかりいつもしてるからだよ。僕は壊れちゃったよ。でもこれでもう終わりにしようじゃないか、制作者さんよ。このまま右ダッシュすれば右のブロックが開くっていうことが分かったんだ。さあ開いてくれ、早くハゲがなくなんで開かねえの。いや、ねえ、なんこれ、上の土管すげえ気になるんだ。多分だけど上の土管入れないっていうオチで。あ、やっぱ入れんわ。これで終わりにしようや。一旦上に行きます。そしてここを叩いた瞬間右に行けばゴールができる。そうだろ、頼む。いや、本当に今年最後にふさわしいトロールコースでしたね。めちゃめちゃきちくだったけど、罠の引っ掛け方がマジで面白かったね。素晴らしいコース、ありがとうございました。それじゃあ今年最後の一発マリオはこのコース、バネのてっぺんへ、ワンツースリー。皆さん聞いてください。このコースを最後に選んだのにはちゃんとした理由があります。バネが左右に動くように設置していて、それを登っていけっていうコースだと思うんですよ。私、来年どんな苦しいことがあっても先へ進む歩みは弾き返されようとも、それらを全てかわして上へ登り詰めるような男になって行きたい。さっきから誰なんだよ、お前は。ニコロビンか。ピアロビンです。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.11%。 クリア率が 0.11% っていうのがいいよな。なんか正月みたいじゃない。そんでゴール条件が50コインを1枚取ってからゴール。さあ始まった。時間は10秒しかないのか。10秒以内にこのバネ、どんだけ高いかだよな、このバネが。ちょっととりあえず登ってってみようか。ちょちょちょ、乗せんか。これ最初のタイミングがマジで重要と思う。どこのバネ乗ろうか。とりあえずこれ乗ってみよう。そして上に行きます。で、上に行く。いや、意外と上に行けちゃうパターンじゃないよ。とりあえずゴールはしなくてもいい。まず50コインがどこにあるか調べたいよね。多分てっぺんにあるとは思うんだけど、これがてっぺん
なんかな。この上に、あ、この50個を取っていけってことか。ちくわもあるよ。いや、きちいきちいきちい。最後にちくわがあるってことは、あそこに1秒以上余らせていけっちゅうことだよね。とりあえずこれ間に合わない。めちゃめちゃむずくないか。ただバネに乗っていくだけなんだけど、上に上がることすらね、至難の技だよ。ここでバネに乗ります。いやー、完成の法則。諦めていいっすか。で、簡単なコースをして、来年は楽に生きる男になりますみたいな、そんな男になっていこうかな。届けよー。一個試したいことがあるんだけど、これで時間が間に合うかなんだよな。ちょっとそれが不安だからさ、とりあえず上のコインが取れたと仮定して、ここでジャンプするじゃん。いや、取れちゃった。いや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 、やー、まさか本当に取れてこぼれているとは思わなかった。いや、面白いコースでしたね。そして今年はこれでマリオサメになりますけど、本当に皆さんいつも見てくれてありがとうございます。今年っていうか、いつもそうなんだけど、皆さんからは本当に元気とやる気をいただいております。それがモチベーションとなって、マジでいつも楽しくやらせてもらってます。まあ来年もどうせ変わらず狂ったような動画を出し続けるでしょうけど、来年もよろしくお願いします。じゃあみんな、良いお年を。